鈴木誠也、自分のことは棚に上げて西川龍馬を裏切り者扱いする。スポラバ新春特番でオンエアに入らなかったドッキリで、鈴木誠也が覆面を被りオリックスへ FA 移籍した西川龍馬に対し裏切り者目と絡む未公開シーンが公開された。鈴木誠也選手と西川龍馬選手が再会、鈴木誠也選手は覆面を被っている状態。誰？鈴木か？おい、おい、鈴木か？何、オリックス、言ってるんだよ。わら。裏切り者目。めちゃくちゃだるいやん。裏切り者目。聖夜なりのエールなんですね。お前もなぁ。これ見た、最高の絡みでした。またいつかこの二人が笑い合うのみたいですね。最後は一緒に戻っておいでよ。丸吉弘は、どうなるんだよ。これくらい言える間柄ってことですね。聖夜らしいな。いじり合いしか感じないわいはおかしいのかな。西川は FA 権を得て堂々と出て行ったんだから、ポスティングで出て行ったお前の方がよっぽど裏切り者だろ。自分、大リーグへ行っといて何言うてんの？これで日本帰ってきた時に他の球団行ったら偉いことになりそう。聖夜が日本に帰ってくる時にカープを選んでくれることを信じてる。模範的カープファン鈴木聖夜。やっぱり鈴木聖夜ですわ。逆に仲が良くないと、こういうことは普通言えないよな。聖夜おもろいなほんと。大臣鈴木聖夜様、35くらいに東洋復帰してくれたら発狂する。数年後、聖夜ソフトバンクホークスに入団します。これにならないことをマジで祈ってる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。